ボケバトルのコーナー、こんな次回予告は嫌だ。次回予告がありますね、次の週も視聴者に見ていただけるような面白そうな映像を流してるわけですが、今回はボケましょうなので、こんな次回予告嫌だなという芸人の次回予告発表してくださいね。わかりましたか。そして木下、はい、どうしたお前髪の色。なんか一回歌番組に出演させていただいた時にピンクで出たんですよ。前ピンクやったの。そしたらなんかツイッターであのピンク誰だみたいな話題になっちゃって、そしたらなんかだんだん気持ち的にいやピンクじゃねえしみたいな気持ちになってきて、どういうことやねんそれ。なんかこうみんなにピンクやって思われるのが嫌やった。なんか反抗しちゃうんですよね。マキさん何も言えへんのか。そんなマキさんの話はええ。さあ、次回予告発表してもらいましょう。いけるやつ、はい。じゃあ行こう、吉田。はい、吉田のこんな次回予告は嫌だ。来週の芸人は気になる後藤さんの年収公開、その額なんと8億6000万円。その10分の1あるか。そうだ、ないわ。ほんまにないわ。もしそうか、はい、今度のこんな次回予告は嫌だ。来週の芸人はみんな全裸、見てね。見たいわそれ。見たいわ。ブルーレイにダビングするわ。全裸俺もかい。俺もこの台から動かれへんの。